パタパタパペリ。嬉しいひな祭り、おひな様を飾ろう。ひな人形は結婚式を真似して作られたお人形だよ。この結婚式の主役はお内裏様とおひな様のように幸せな結婚ができるようにという願いが込められているよ。上から並べよう。一段目はお内裏様とおひな様だよ。お酌を持っているのがお内裏様で、扇子を持っているのがおひな様だよ。二段目は三人官女だよ。お酒を注いだりお手伝いするよ。三段目は五人囃子だよ。結婚式を盛り上げる音楽隊だよ。四段目は随人だよ。別名で野大人と呼ばれるこちらは、弓矢を持った老人と若者の二人一組だよ。宮廷を守る役割があって、主にお殿様が外出するときにお守りしていたよ。五段目は市長だよ。宮廷の雑用係をしているよ。怒り、泣き、笑いの表情から三人定語とも呼ばれる三人組だよ。これには女の子が表情豊かに育ちますようにという願いが込められているよ。次は道具だよ。金屏風はここだよ。金屏風は二人の未来が光り輝くようにという願いが込められているよ。三宝はここだよ。三宝は神様にお供えするお酒を乗せているよ。ぼんぼりはここだよ。結婚式を明るく照らすよ。高槻はここだよ。高槻はお餅などを飾るよ。ひし餅はここだよ。ひし餅の色は雪の白、邪気を払うよもぎの緑、桃の花のピンクだよ。ウコンの立ち花、サコンの桜はここ。魔除けと邪気払いの力があるよ。長生きできるという意味もあるよ。おかご、重箱、御所車はここだよ。結婚式をするときに移動する乗り物だよ。見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。